おはようございます。おはようございます。朝です。なんでいるのし、カメラ回ってるし。ちょっと今日、企画やります。なんでいるの。いやもう、合鍵はもう前も言いましたけど、いただいてますんで。それでは本日の企画を発表します。いきなり24時間密着。え、今から。もう、今から、この起きた瞬間から寝る瞬間まで今日密着します。起きてどうしてですか、いつも。え、もうすぐ顔洗うよ。ああ、そうなんだ。へえ、たっぷり眠れました。なんだ、おめえが寝起きだろ。パック、朝パックですか。これ朝パックですね。え、朝しかしないです、俺。パック大体どのくらいするんですか。ただね、この後ストレッチするんですよ、いつも。ストレッチ中をやるんです。ストレッチしてます。そう、ストレッチして、歯磨いて飯食っていくんですけど、うんうん、はい、その飯もヨーグルト納豆です。ヨーグルト納豆は、この家にはなくて、はい、あの、ブリッドハウスに多分あるかなってなるので、今日はこの家に食われます。すごい日差しですね。歯を磨きながら、いつも今日どの服着ていこうかなって決めるんです。それ、今日着て服をもう、これいいや、選んで、これいいな。準備できました。行くだよ。着替えましたね。早いでしょ。早い、起きてから早い。行きまーす。朝まず来たら、うん、あの、手洗いをするんですけど、はいはい、コーヒー吹いてるんです。いや、本当にちゃんとやってください。お団子さん来ました。で、今からちょっと料理の企画を取るんですけど、あの、いつもその朝俺が来たら、サプリメント、うん、と決められたあのヨーグルト、いつもだよね。納豆も絶対食べるんですけど、これも食べてるんですよ。はい、毎朝ナッツ。そう、ナッツって油が入ってて、うん、油を人は取らなきゃいけない。やっぱ肉とかですか。いや、あのね、いろんな油取らなきゃいけない。魚、肉、そうなの。そう、豆。なんか、すごい体に気を使ってるのね、さっきから。そうですね。これね、録音っていうか変わったりしないですよ、音じゃなくて。あ、ちょっと、始まるんですか。始まるんですか。今日は、家での撮影なんですけど、はい、アゴキングが復帰して間もないんですけど、はいはい、コメントで結構、これをまたちょっとやってほしいっていう人が多かった。なるほど。企画をちょっと今日は撮るんです。いきます。はい、さあ、始まりました、ブリトーチャンネル。ハロー、トキです。アゴキング、ハロー。今日はですね、なんとあの復活企画では、行ってみよう。おあ、こういう感じなんですね。そうです。準備長えな。あと準備長いですよ、これ。いや、だから回してる時間より。そうだね、止めてここで準備してる時間が長いですよ。そうだね、はい、確かに一人一人洗い物しなきゃしね。そうだね。あ、そうだ、ルールがあるんですよ、裏の。はい、それぞれが料理したら、それで使ったものは全部その人がまず掃除するっていうか、うん、片付けて、で、次の人にクリーンな状態で渡す。それをルールとしてます。だからめっちゃ使えば使うほど片付けたらその人大変だし。そうだね。そういうのもあります。なるほどね。どうですか。はい、企画の途中ですけど。はい、これはこの伸びる気しかしない。ああ、いいじゃん。早いな。やっぱいつも自信ありますよね。はい、その終わった後とかに、はい、これ絶対いけるわっていう手応えを感じてる感じがしますけど。はい、はい、あの、自分が楽しかったなと思うやつは大体伸びます。めっちゃ見てる。見ないと分かんない。こういうの見ないでしょ。へぇー、並んでる。バッテリーがないです。オーケー。撮ってるんですか。撮ってますよ。あと20分で、はい、これ撮影終わらせないといけないって。うん。え、次の現場。次の現場。え、こんなギリギリなんですか。カツカッチンで、すいません。やばいじゃないですか。あ、すいません。いや、あなたじゃないんですよ。いや、全部さすがさんに聞いてるんですよ。言わなくても済みました、今まで。代弁者。じゃあもうほんと分単位で今日はスケジュールあるとですね。あ、でもマジほんと今日ガチガチですね、意外と。うん、それではこの動画が面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。さあ、せーの、バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。急ぎですね。急ぎです。じゃあ片付けは俺の単語で終わりましたね。え、時間大丈夫。えっとね、急ぎましょう。今日この後、はい、あの、
ウーウーに行きます。あ、自分だけで、二人は別の撮影があるんで、バラバラの撮影。こういう感じで別々行動もあるということですね。 ありますね。はい、俺だけミーティング。ウーウーさんに来ましたね。そうです。あのですね、はい、今からミーティングなんです。お願いします。よろしくお願いします。先週に概要だけなんかこんなことこういうことができればってことをお伺いしてて、はい、私の方でもいろいろとお聞きしたいなと思っています。はい。じゃあすいません、途中で。あ、いいです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。どっちがさんですか。バディさんですね。あ、バディさん、はい、お二人もいらっしゃるんですね。バディさんもいまして、はい、どこでもついてきてくれる。頼もしい。頼もしいです、うん、それで次は16時からグッズミーティング入ってるんですけど、はい、あ、30分ぐらい、はい、開くので、この間に昼飯食べます。はい、佐藤来ましたけど、30分しかないんで、はい、なんか近場のテイクアウトできるものを買って食べよう。あ、いいね。何買いました？パン。久々のパン。素晴らしい。六本木ヒルズに前ウームがあって、はい、その時はちょっと駅から遠かったんですよ。うん、で食べるのもあんまなかった、スタバとか。うん、ここすごいミッドタウンになってるからめちゃめちゃいい。いいよね。便利。会議づくめ今日。確かにね。うん、でこういうね、派手な職業に見えてもこういう一日もあるってことだよね。会議に向かう上でこういうの大切にしたいみたいな。でもありますよ。絶対会議出るまでは、出る前までにはもう自分の頭の中でまとめとくっていう、やっぱ意味ない話で俺はしたくないですよ。あら、10分前です。わかりました。はい、はい、行きましょう。じゃあもうベーグルしてくれないけど、分刻みのスケジュール。サスケはこの後何をするんでしょうか。いや、ミーティングだよ。あ、おはようございます。おはようございます。お願いします。グッズのミーティングです。で今日はちょっと皆さんに初公開することになると思うんです。え、何を。新しいグッズを。なるほどね。お願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃいいですね。え、初めて見たんですか。生では初めて見たんですよ。もうちょっとちっちゃいかと思ってて、うん、結構大きい。いいですよね。はい、でこちらが、マフラータオルになっておりまして、ちょっと今黄身がちょっと強いので、少しもう少しオレンジ寄りの黄色に寄せる予定ではあるんですけど。これがミニタオル。はい、これハリーピーナッツのこのいろんな表情って初めて出しますよね。はい、あ、そうですね。多分、はい、一つの表情しか、これしか今までなかったと思う。はい、あ、そうですね。これは初めて見ましたね。死ぬほどいいですよ。死ぬほどいいですよね。これ、悩みとかなくなっちゃうよ。ね、いい、すごい。あ、はい、こちら図の通りベージュと、はい、グレーになります。これなんですよね。はい、これがかわいい。え、これキッズサイズですか。あ、こっちキッズサイズに。めちゃめちゃいいじゃないですか。あ、いいですか。めちゃいいよね。すごい似合います。ここが刺繍になって、色がちょっとこの浅い色なので、はいはい、まあ、イメージとしてはこの白い感じの方が合うのかなというところで。レイプしてプリントのあれ見せられてるものだと本当にちゃんと刺繍なんです。刺繍になっております。これやるのってなんか全然違いますもんね。はい、ステッカー。あ、これステッカーですか。はい、これも全部の表情が入っているようなものになります。あ、なるほど。こういう感じでね、はい、ドーナツなんですけど、このドーナツをもモチーフにしたグッズが販売されます。それがこちらです。こちらになります。すごい、本当だ。これ、ね、トートバッグなんですけど、はい、ちょっと最初聞いてたトートバッグってもっと無難な形のやつかと思ったけど、結構しっかり。めちゃくちゃいいわ。あ、本当だ。いただいて。あ、これめっちゃいいな。このバッグに。このバッジをドーナツ風にしてもらえませんかって言って、どっかですかね。すごい。全国の伊藤洋華堂さん、まあ、店舗数限られてるんですけど、販売するんですよ。
そういう、なんかそういう店舗で販売するのも初めてなので、よかったら足を運んでください。伊藤ゆかどさん、アリオさんとか でしか購入できないので、ちょっとオンラインでは販売しないんですけど、今回、まあ、買いに行っていただけたらなと思います。思ってたよりも時間結構使ってるプロジェクトってことですね、これ。いや、これそうなんですよ、実は、ね、結構前からもう動いてて、うん、でも今見てる方々にとってはグッズを披露したのは初めてなので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。今日も終わりですか、会議は。はい、今マネージャーさんと最後打ち合わせ終わりましたので帰ります。はい、で帰ってからまた撮影です。それじゃあ帰りますね。家に戻ります。はい、ありがとうございました。帰ってきました。おお、彼らはゲームを撮ってる。はい、はい、ゲームを撮ってる、はい、この商品は何ですか、これ今持ってたやつは。あ、これは、はい、あのカップヌードル、はいはいはい、の新商品なんですよ、珍しい。はい、こういうのをあのサブちゃんであげてるんですね。うんうんうん、なので、あとこれもそう、カップヌードルの、はい、これ知ってますよ、これ珍しいんだよ、ね、すごい。え、それカップヌードルソーダ。わかりました。とりあえずゲーム始めたばっかなんだったら、はい、参加するって感じ。お、裸化してよ。はい、それじゃあバイバーイ。チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。はい、この後はゲームを取って、お団子帰ります。あ、お団子帰る。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ。サンキュー。はい、サスケのスケジュール的にはもうないんですか。ゲームって1日何本も取るんですよ。で、ゲームの準備をするのがちょっと大変なので、うん、何本もいつも撮ってるんですけど、うん、もうあと1本撮って、はい、あとサブちゃん撮って。あ、ゲーム終わりですか、もう。はい、ゲーム片付けます。編集されてるんですか。あ、今編集じゃなくて、あの動画アップしました。おお、はい、サブちゃんの。はい、なので今からサブちゃんの方を撮ります。はい、サブちゃんのテーマはこちら、ミックスカップヌードル。よいしょ。サブチャンネル。おお、今日サブチャンネルを撮るのはですね、はい、なんとコンビニですごいもの発見しちゃって、はい、この後は、この後は終わりです。あ、終わりですか。ただ編集とか残ってるんで、はい、それも家に帰ってやります。じゃあお家もついてってもいいですか。嫌、はい、ですよ、本当は。え、嫌ですけど、もうしょうがないですよね、はい、絶対言うんだから来るって。はい、わかりました。はい、お邪魔します。はい、到着しました。わあ、独身男性の部屋って感じだよね。ちゃんと編集とかやってるなよ。知ってたんですよ。で、あの、さっき、はい、ウーバー止めました。お、すごい。ちょっとでも、はい、こう色つけないかなと思って。あ、それじゃあ、すいません。はい、あの、ちょっと夜勤の人と交代するんで。夜勤の人。はい、エスプレッソ。じゃあ、交代です。ありがとう、お疲れ様でした。すごい、なんか密着大変だった、本当。勝手にやってんの、あんたらよ。はい、勝手に朝から晩までやってんの、あんたらなのよ。こっち二人でシフト回してるんで。いやいや、だとしたらお前サボりすぎてるんだよ。いやいや、朝から楽しくやってね。違う企画やってたんだよ。そうそうなんですか。何言ってるんですか。怖いですよ。それじゃあ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、ウーバー届きました。あれ、届きました。はい、家でこの静かにする時ってあるんですか。ゼロ、全くゼロ。じゃあいつも何、どういう音が流れてる、この空間は。ライブ映像とか。へぇー、コンビ映画とか。あ、いや、ヒロアカとか。ああ、アニメもね。そう。あ、これで筋トレするんですか。うん、ハートですね。食べ終わりました。結構の量いきましたね。サプリメント飲んで筋トレ。すごい。こうやってこれですか。うん、テレビ見ながら。本来なるほどね、このマット敷いてね。本来は昔からよく見るこのマットね。一日一日交代でやってるんですよ。昨日は腹筋やったんですけど。なるほど。はい、今日腕立て。腕立ての日。
30分の筋トレやって、その後に有酸素、エクササイズ。何その腕立て。え、普通の腕立てじゃないじゃん。胸筋の下の部分に筋肉がつける。安いのってダンベルタイムね。そうそう、すごい。いや、もうジムじゃん。このマットもすごい便利で、はいはいはい、もうね、三つ折りにできるのよ。なるほど。そう、1枚で使える。はいはいはい。三つ折りにするとこうやって差ができるから、高さ出るわけね。腕がこう下まで行きやすい。これ持ってくる。ひねって使う。持ち上げる時にこうこうひねる。そうすることで胸筋に下の胸筋。筋トレチャンネルじゃないんですよ。ジムじゃん。ジムジムじゃん、そのままじゃん。プロテインは1日1回なんですか。あ、そうです。あの、緊張した後に。もうね、これでね、汗かいてでしょ。はい。で、このままいつも俺お風呂入るの。お湯に浸かりたいと思ってたんですけど、はい、本当睡眠もしたいから、はい、時間によって決めるんですよ。あー、なるほど。帰ってきた日の時間によって。はいはい。そう、今日はシャワーだけ。あ、今日はシャワーだけの日。え、どこまで撮るんですか。え、密着、完全密着です。いやいや、脱ぐから。何ですか。え、あ、いや、密着中なんで。いや、わからんですけど、なんかルーティーンみたいなあります。お風呂あります。え、いつもだからこれで音楽できるんですよ。 Bluetooth の。なるほど。なんでこの Bluetooth スピーカー。今日はね、音問題あるんで。あ、そうです、そうです、そうです。密着してます。密着してます。ごゆっくり。上がった模様です。ここから仕上がります。ちょ、今何してるんですか。今は化粧水。お、化粧水で、美容液塗って乳液つけて。すごいですね。あれ、歯磨きします。うん。歯磨き粉とかこだわりあるんですか。ない。特にないです。あ、もう整いました。はい。で、これで寝るんですよ。はい。あ、ポン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 って。おお、ビデオ貸してきなんですけど。あ、前も見ましたよ。ほんとに入れなきゃいけない。忍び込んだ時に。あ、空っぽになってる。それ、お湯沸かしてるんですか。え、これですか。はい。沸かさないですよ。その、ただ単に加湿器に水入れるだけのやつですよね。今なっちゃってるけど。お湯入れる時もあります。誰かが、あの、カップラーメン作ったりする。ハイテクですね。そうなんですよ。これ300円でもらったんだよ。あ、そう、あ、水こぼれ。アロマ的なやつ。そう、水こぼれした。やめてよ。やめてよ。やっちゃった。どうした、どうした、どうした。これ死んだって消えちゃうんだよ。水が、お、お、おお、あ、間接照明もらってんだ。そう、よくない。すごいですね。すごい精密機械だしね。人が入ってるんですか。なんかだんだん BGM が悲しく聞こえてきましたよ。ほんとそう。何何これ、何の音これ。飛行機。何で、何で、何で、どういうやつなんですか、それは。いや、これ水の音出してないけど、もう失敗するんだよ。なんていうか、ここからが長い、また、実は。え?ここからですね、SNS 類を全部チェックするんですよ。はい、寝ながらね。実は、いや、初めて言いますけど、はい、いいねとかをしてます。おー。はい。で、私、俺、いいねをされてないって、思う方いると思うんですけど、はい、あの、基本的にそのツイッターとかでエゴサしているんですよ、はい、それでいいねをしてるんで。なるほど。もしいいねない、そうされないという方は、あのフリットチャンネルっていう名前が入ってたり、ハッシュタグにつけていただけると目についてもらえるというか。そうです。いい。これ寝るときは真っ暗なんですか。あ、そう、寝る時間はもう本当に待ってからが明るい。おお、暗くなった、急に。ちょっと最後一言くださいよ。さっきちょっと1日密着させてもらいましたけど、はい、本当に起きてからね、寝るまで。でも本当に朝と夜はやってること多分一緒だと思う。まあ、こういう感じでね、はい、日々生活してるということで。そうですね。だから今日本当に追ってもらって言いたいことは、
ずっと楽しいっていう、今日やった撮影もめっちゃ楽しいし、あの打ち合わせもすごい好きなんですよ。俺だから今回これを追ってもらってありがたかったのが、はい、グッズの打ち合わせの時に初めて俺も見たのよ、はい、出来上がったものを、はい、そう、それをあの多分皆さんも一緒に見てるから、これがなかったら あの体験できない、あ、初めて見るっていうね。そうそう、よかったら皆さんあのグッズも手に取ってみてくださいね。また細かい話はどっかします。はい、はい、楽しみにします。今日は一日お疲れ様でした。バイバーイ。こうして彼の一日は終わる。もうどうにも止まらない。24時間貸し切りだらしや祭り。あー、広め。おっと、あとは歯磨いて寝るだけだぜ。これは食べてる、食べてます。ねえねえ、俺の料理の後に食べてくんない？準備しなよ、準備。